本線に普通列車瀬戸口行きが到着します。黄色い線までお下がりください。この列車は6両編成です。この列車は構造寺まで各駅に停車した後、構造寺からは愛知環状鉄道線に入ります。構造寺より先をご利用のお客様は前寄りの車両にご乗車ください。1番線から列車が発車します。ご注意ください。